はじめに公式カメラマンの撮影を行います。こちらお願いします。はい、続いて報道関係者の撮影を行います。撮影お願いします。撮影よろしいでしょうか。よろしいですか。以上です。撮影終わります。またロシアによる不法なウクライナ侵略が継続する中、 G7 で示されたように国際社会が結束してウクライナへの支援を継続する必要があります。 Our armed forces continue to serve side by side to defend Japan, to strengthen peace and deterrence across the region, and to preserve the rules-based international order. 共通課題があります。中国による威圧的行動、北朝鮮による危険な挑発行為、ロシア